歌大門始まりました。プルルル、今日は番外編ということで、大阪を飛び出してここ東京渋谷に来てます。こんな格好してますが、今からこのお酒たちとともに、私の大好きなアーティストの先輩と海にドライブをかかってきました。ズンデフテックマイクロさん、プルルルよ、おはようございます。お待ちしてます。おはようございます。 Good morning。 お、すごい準備じゃないですか。おはよう。あ、揃えて。ご無沙汰。おはよう。よろしくお願いします。すごいじゃないですか。これすごい。大門家が。大門家が。やりますね。今日はもう。じゃあ宇多田大門行ってきまーす。ふぅ。カップルですね。カップルですね。宇多田大門番外編。Yes。今日は大阪を飛び出して千葉の海に向かってます。Yeah. じゃあ最初に。マイウェイを聞いた時に初めて自分のお小遣いでアルバム買ったんですが、デフテイクさんのアルバムやって、マジまだ中2とか中2とか、うん、持ってきました。あ、わ、ファーストアルバムまさかご一緒できると思ってなかった。この時はデフテイクさん教えてマイクロマン Singin' on and on and on and 地に足つけ頭くも抜け進む前に前に前に手をつなげば怖くないから、そこまでお前は弱くないから、でもいつまでもそばにないから、 My way my way my way。先は千葉一宮でございます。一宮、死に足つけ頭くも抜け進む前に前に前に手をつなげば怖くないから、そこまでお前は弱くないから、でもいつまでもそばにないから、 Believe my way my way my way、my way, you're the words to live by, no matter how you're feeling, even if you wanna cry, you got to do what you do, you got to stay your crew, you made it so long ago, but I'll keep it in the room, meet your own crew。 大御所みたいになってきちゃったじゃん。おつ、いや、なってますよ。おつぼねさん、なってますか。なってます、はい。そうか。いや、一番最初のマイクロさんとの出会いの時、確か渋谷の私がライブ終わって、どこや、俺ヘベレケだった時だ、はい、はあ、年末だよね。年末ぐらいですね。で、H ってアーティストと一緒にいたら、ああ、いきなり歌って、ね、道端で登場してくれたのがマイクロさんで普通の道端だね。そうだね、はい、はい、私もデフテックのマイクロさんやんなってなってしまって、ああ固まっちゃって、ああ、勢いすごいしね、俺のヘベレケで話しかけてるから大門弥生ちゃんだみたいになってて、俺はあなたのナンパかなって最初思いました確かに、はい、確かに、そっからだ、はい、それが出会いって失礼いたしましたいや、めちゃくちゃ嬉しかった、もうそうだ。で、私このアルバムの中で、うん、クオリティオブライフって曲がめっちゃ好きやって、うんうん、めっちゃ好きな曲を覚えて歌えるけど、うん、意味を分かって歌ってなかったんです、うん、で、改めてこのカープル一緒にやらせてもらうって時に、うん、このアルバムの歌詞見てたら、うん、私がいつもこう自分でフェミニストって言ってるんですけど、うんうん、フェミニストっていう歌詞がその曲に入ってて、なんかめっちゃ運命を感じました、うん、だから私もその中1とか中2の時はそういう女アップみたいなのは意識してなかったけど、なんかこう伝わるメッセージがあって好きで、改めて聞いたらこういうメッセージだったんやっていうので聞きたいです。
せは差別されてて耐えてもらえ我慢して乗り越えてきた流れ帰る時が来たんだぜ今顔を上げ立ち上がれ腕高く掲げ女であることに誇りを持って到底叶わぬ夢だと思ってもガチリ握りしめゆけ女という字は祈る姿形からできた文字もし願いが叶うならば大きなことを求めてこのドレスから逃げて見つけて知らぬ道の道を踏み出す覚えてますねFrom self, then transient wealth into a new general. If you be what I speak, you'll turn it around. Relinquishing material, abdication of ground. King Kong's dust on, plus minus relation, revelation around. The division just makes a sound. 形のないようなもの目では決して見えはしないこと音と言葉と心結びつけるこの場所ふーのみろこの曲ねはいそうこれね俺大学生の時に書いた歌詞なんだよねなんでこれ書こうと思ったんですかそのフェミニズムの授業が初めて大学で田島陽子っていう有名なそう田島先生そうなんですかそう田島先生が俺法政大学の教授でいてはいんであなたたちの中でっつっていまだにまだその男尊女卑を持ってで昭和の男でしょっつって頭もうど頭からその授業に飛ばされて飛ばされるもうなんて考え方なんだとそういう意味で食らわされて食らわされて俺はそれであなたたちねっつって専業主婦ってなめてるのよ大体っつって専業主婦炊事洗濯育児この専業主婦を職種にしたら仕事にしたら月いくらもらって妥当か分かるっつって30万ぐらいとか言ってみんなで言っててでもその専業主婦を職業にしたら手取りで80万はもらわないと割が合わないっつってそれぐらい男は働いて月そのやね全て生活費で80万渡せる男がやっとその平等だっていう。なるほどっていう時に俺これ本当働かなきゃダメだし、うん、やっぱ自分の家もそうだけどそんなになんだろうド貧乏ってわけじゃないけどやっぱ苦労してきたし、うん、見てて母親楽させたいっていう思いはすごいあったし、うん、でその中でこのあるフェミニストが言った2000年間ひっくり返す時が来たぜってのはこの田島先生そうなんですね、うんうんうわそれはもう完全にフェミニストの母のようなそうだよねそうだよね俺はね一時期その人のその考え方がもうそんな通りだと思ってその授業を受けれたんだよねすごいもう一曲あるでしょ俺は聞きたいのは何行きましょうやっぱり DJ トゥーハイでしょトゥーハイちょっと LA バイブを LA バイブですこっからもうあの海沿いの道に入っていくからもうまだまだもうちょっと時間じゃあ LA シートI'm not afraid to die.
Masawa. Gumbo came from the Sopranos. Now y'all see me on the TV channel. I'm a boss, I had nickel sass back when nickel back had it popping. I don't need opinions or comments. We don't give on the mic. 変わらん情熱、お前のやる気スイッチは登っ中途半端ならやめてええよ。もうどんだけやってもライバルは半歩先にいてまだ上を狙ってる。アニセン負けんな。お前はやりたいようにやれ、いくぞ。私はマイクロさんといつか曲作りたいです。お、作りたい。とはいえ一緒に音楽やるって言うんだったら今日のこのサーフィンで立てるのかってとこだね。サーフィンで立てたら初めてでしょ。今日初めてです。まあ、今日立てたらの話だね。負けんな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 、よし、歌大門負けんな負けんな、それがかかってるなら私頑張る。そうだな、立てなかったら立てなかったらどうする。立てなかったら、うん、のところで3点倒立します。3点倒立。はい。あと海に向かってこうノーブラっていうのもある。はい。それで行く。あ、それで行く。はい、お。よしよし何でもやっちゃうんで、大阪なんで。はい、カメラ回りました。どうぞ。到着しました。ワンワールド千葉。Here。マイモンは今日サーフィン、人生初サーフィン。スペシャルゲストはマイクロさん。今日もかけましたんで、うん、かけましたよ。はい、私がサーフィン立てたら、うん、今日一緒にやっていただける、はい、立てなかったら、ノーブラで海にダッシュ。ダッシュ。もう僕だけだとね、ちょっと立てないんじゃないかっていう、僕が教えるとうーんと思うので、ここはスペシャリストにちょっとお願いしたいと思います。はい、ワンワールドサーフショップ、トッタン先生、よろしくお願いします。でも絶対、絶対立ちたいんで、お願いします。立たせねえぞ。 Let's go surf! Let's go surf! 今日は何がいい感じですか。どうですか今日ね、優しいんだよね。優しい、うん、優しくて、僕ら、うん、もう完全に気持ちはプロです。すごいね、タテちゃん、タテちゃん、おわ一発目からすごいよ。判定を、正式なちょっと判定タイムに行こうと思います。さあ、今回大門弥生さんサーフィンファーストチャレンジ、立てなかったらノーブラで砂浜を走る、はい、立てたら、はい、一緒に曲をやってもらいます。
さあ、じゃあ判定はマイクロさんでいいですか。はい、じゃあ判定を立てました。音楽作りましょう。イエーイおめでとう。マジすごい。ちょっと俺感動。いやもうすごいわ。大門弥生恐るべし。おめでとうございます。よく根性あるわ。ガッツある。やっぱお疲れ様でした。どうした。めっちゃ気持ちよかったです。ストレスなんかストレス全部吹き飛びました。ストレスが、はい、最高でしたね。最高でした。しかももうだいぶあの先生にお世話になったけど立てました。よっしゃ、おめでとうございます。はい、マイクロさんと曲ができる。そうだ、かけてたんですよね。そう、今日はかけてたんで、みんな頑張強引かもしれへんけどできることになりました。よし、おめでとうございます。一回終わったんでちょっと高いのでいいですか。一日や。行ってしまおう。じゃあ、立てた記念にマイクロさんと曲できる記念に乾杯。うーん、うまい。疲れた後はうまいです。この後は、この後は、セッションあります。歌大門引き続きお楽しみに。長い旅。